皆さんこんにちは、森山警察です。今回は特殊詐欺対策についてお話しします。皆さんは特殊詐欺で被害に遭われた方のほとんどが自宅の固定電話に出てしまい、犯人と直接話してしまったことで被害に遭われてしまったということを知っていますか？詐欺の犯人は騙すプロです。直接詐欺の犯人と話してしまうと騙されるリスクが高くなります。今回迷惑電話防止機能付きの電話機をパナソニックコンシュマーマーケティング株式会社様から無償貸与を受けた地域の防犯団体とともに高齢者世帯に100台設置し、実証実験を行いました。今回実証実験に使用した電話機はこちら。迷惑電話防止機能は3つあります。1つ目はかけてきた電話相手に電話を録音することを伝える機能。この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。2つ目は電話に出る前に非通知電話などには注意喚起のアナウンス。ご注意ください。迷惑電話に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 。3つ目は電話に出ると通話内容が自動で録音する機能です。受けた電話もかけた電話も通話内容を自動で録音できます。高齢者の方で電話の内容を覚えていない方がよくお見えになります。自動で内容が録音されていればもしもの時に聞き直せるので安心ですね。以上のような詐欺の電話や迷惑電話の被害防止に特化した機能があります。知ってましたか？知らなかったですね。知らなかったですかね、詐欺の対策電話があることを知っていましたか？とのアンケートに対して 43% の人が対策電話があることを知らなかったと回答しています。それがね、この電話に変えてから、かからなくなった。かからなくなった。そう。これになったら減った。対策電話を設置してから、新電話はどうなりましたか？とのアンケートについては、約9割の人が減ったと回答しています。今回設置をしていただいて、電話はあっても途中で切れてしまう、そんなようなことでですね、被害につながるような電話は一件もありませんでした。機器を設置したことで詐欺などの被害防止に効果があったと思いますか？とのアンケートについては、なんと約9割の人が効果があると回答しています。その一方でこんな回答も得られました。今後自分で購入して使用したいと思わないと回答された方の約半数が騙されないので必要ないと回答しています。しかし被害に遭われた方の約9割が被害に遭わない、考えたこともないとのアンケート結果も出ており、
自分もいつか騙されるという意識を持っていただく必要があります。詐欺の犯人は騙すプロです。詐欺の犯人と話すだけで騙されるリスクは高くなります。あらゆる詐欺から自分の身を守るために、まず電話機を迷惑電話防止機能付きの電話機に変え、詐欺の犯人と直接話さないようにすることが被害防止の第一歩です。固定電話の使用でね、自分でも気をつけてるし、かかってきても気をつけてます。そうですね、あんまりうち電話出ないようにして出ないようにして、まあ継続して、迷惑電話防止機能付きの電話機の利用と、それからまあもし何かあったときは自分で判断するんじゃなくて、まあ警察あるいはその前にまあ家族と相談をするというようなことで対応していければなというふうには思っております。